はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回も始まりましたリワインド TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。はい、説明木戸です。よろしくお願いします。さあ、というわけでね、はい、もう春になり、はい、なんかめっきり暖かく、はい、暖かくなりましたね。暖かく、すごい最近はもうちょっともうそろそろこの格好しんどいぐらい、はい、そうですね。夜はね、まだちょっと寒いなって思うんですけど。ああ、確かにね、はい、ただ昼ね、ちょっとお昼ご飯とか僕ら結構家に帰って食べてるんですけど、はい、その時暑ってなりますからね。そうですね、チャリ越えてると暑いです、ね、暑い、本当に暑い、はいはい、まあ、ちょっと寒暖の差が激しいんでね、やっぱ体調崩したりとか、はい、まあそういうこともあるかもしれないんですが、はい、まだね、4月始まったばっかり、はい、新生活始まったばっかりの時に ね、こう体調崩して、はい、こう輪に入れないとかってなるのもちょっとあれなんで、はい、まあね、ちょっと多分新生活始まってすぐって結構学生さんだったらね、はい、なんかこう遠足とか、はい、なんかちょっとした合宿とか、はいはい、資格研修とかね、そうそうそう、あるわけですけど、はい、でまあ、新入社員の人だったらそろそろ新しい部署に行ったりとか、研修をあったりとかもいろいろね、はい、イベントまだある時期ですよ、はいはい、ですのでね、まあ、体調には十分気をつけて、はい、はい、健康に過ごしていただければなと思います。はい、はい、全然余裕関係ないコメントだね普通に終わったと思って普通のこと言ったね。そうですね、はい、そういうわけでね、はい、それでは本日の告知からお願いします。はい、告知からいきましょう。はい、まず今週末、はい、もう今週末っていうかもう何日後？3日後？3日後です。3日後ですね、はい、はい、最後の地区大会ウエストジャパン西日本地区大会、はい、こちらが開催されます。はい、はい、もうね、ジャパンヨーヨーリーグもうだいぶおなじみになってきたんですが、はい、こちら6地区目最後の地区大会、こちらの勝者が、はい、出ることでその全国大会のシード権が出そろうと、はい、そういうことです、いうことですね。はい、はい、こちらウエストジャパン今回ね、リワインド物販ブース、はいはい、やってますので、はいはい、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、で、ウェブ注文でウエストジャパン受け取りとかもできますので、はい、はい、まあ、気になってる商品があるとか、全部の商品ちょっとどうしても持っていけないので、はい、確実にこれはもう買おうと思ってるものは先に注文してもらって、はい、で、ブース受け取りみたいな形にしてもらえると、はい、まあ、確実に手に入る上に送料もかからないということですよね。そうですね、はい、はい、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてその次の週ですね、はい、はい、4月30から5月1日、はい、浜松ヨーヨーコンテスト、はい、できましたね、はい、はい、浜松ヨーヨーコンテストが開催されます。はい、はい、こちら浜松、まあ、浜松って浜松ってめっちゃ言ってるんですけど、はい、静岡県浜松市ですね、はい、そういうことです。はい、はい、で開催されるコンテスト2日間開催なんですけど、はい、はい、もうこちらはまあ、非公式大会ってよく言われるんですけど、はい、そちらの大会の中でもおなじみの大会ですよね。はい、そうですね、規模もでかいですからね。そうですね、はい、2日間開催ではなかなか他の大会でないですから。そうですね、はい、はい、で参加者のエントリー数も出てましたけど、すごい多く多かったですね。しかも海外からの選手もいましたからね。まあそうですね、海外からうち一人はそそのかしたんです、はい、そうですよもう来るならね、まあ、出たらいいじゃん、もう出てけよ出てけよ米は得てこいみたいな。そうですね、はい、この、日本にいる間下宿中の、はい、自分の食事を自分で稼げみたいな、自分取った米うまいだろって、そう食費はこれでみたいな、はい、現物でなるほど、はい、っていうのを目指し、はい、はい、ザックルビーノが、はい、はい、参戦します。はい、はい、まあ、今ねヨーヨー USA っていう、はい、海外支社みたいなもんですね、リワインドの、はい、はい、っていうのをやってもらってるんですけど、はい、まあまあ、全国大会直前と、まあ、あとはやっぱ日本で、はい、こういう仕事がどういうのがやってるのかとかっていうのも見たいっていうのもありますし、うん、まあ、でもまあ基本は JN 見たいですよね。まあそうですね、はい、はい、そう JN までいるんですよ。そうですね、はい、はい、ですので、まあ、こっちの方の練習会とかも、はい、来たりはしますので、はい、はい、でまあそのちょうど来るのが浜松ヨーヨーコンテストの前日なんですよ。はい、はい、ですのでもうフライトして、はい、来て、はい、もう早朝から、はい、よし行くぞよし行くぞ、ね、よし行け、されやるぞ、はい、酒みたいな酒だって君に決めたみたいな、まあ、そんなザックなんですが、先日のカリフォルニア州コンテストで、はいはい、見事優勝を、はい、そうですね、出しまして、はい、ちなみにカリフォルニア州コンテスト2分なんですよね、はいはい、同じ構成が使えるっていう、なるほど、そういうことか、はい、同じ構成がなのでちょっと精度高いかもしれませんが、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、お願いします。はい、ちなみにこの浜松ヨーヨーコンテストも物販を上げる予定ですので、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、はい、渋谷店受け取りのコーナー、はい、こちらの方を作りました。はい、はい、そうですね、はい、まあ、やっぱりね、全部の商品が渋谷店にあるわけじゃないんですよね。そうですね、うん、はい、っていうのもありまして、まあ、やっぱりでも渋谷店に行く用事があるから、せっかくだからこれ欲しいとか、はい、行くけどこれなかったらどうしようとか、はい、っていうこともあるかと思います。はい、まあ、なんですが、ウェブの方にある商品でしたら購入していただいて、はい、渋谷店受け取りっていうのを風に処理してもらったら、はい、渋谷店で商品を受け取ることができます。はい、はい、ただですね、ま、
うち定期便って言ってるんですけど、はい、週に1回なんですよ、渋谷店に物を送るのが。はい、そういうことですね。毎日毎日ちょっと送ってるとね、送料が意外とかかっちゃうので、はい、週に1回まとめて渋谷店で足りなくなったものだったりとか、はい、1週間のうちに仕入れた商品とか、こちらを送るようにしてるんですね。はい、でそれが木曜日になるので、はいはい、木曜日までのご注文を木曜日にまとめて 発送するという形になります。はい、ですので、まあ、木曜の夜だったりとか、はい、金曜日とか土曜日に注文していただくと、次の週の木曜日の発送にどうしてもちょっとなってしまいますので、はいはい、もう確実にこれは欲しいなっていうものが分かってて、土日行こうと思っている方は木曜日までに、はいはい、ご注文いただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、ビデオコンテスト、はいはい、これ結構ご要望あったんですが、はい、そろそろ、はい、ビデオコンテストスタートします。 そろそろ始めます。はいはい、まあ、あのなぜ今頃かというと、まあ、全国大会もあるし、はいはい、大会もいっぱいあるのに、はい、なぜこのタイミングかというと、はい、あの連休が今回長いんですよ。そうですね、はいはい、2日休みを取れば10連休という、そう、はい、10連休になる人がいるんですよ。そうですね、その連休中にビデオ撮ってほしいなと思って。そうですね、はい、皆さんの連休を潰しにかかります。そうですね、はい、連休うわービデオコンテストやんなきゃっていうので予定を詰めてしまいます。まあそうですね、はい、で、まあ、今回、はい、特に何の縛りもない予定です。はい、はい、制限、まあ、そうです、ヨーヨーだったりとか、はい、メーカーだったりとか、はい、スタイルだったりとか、はい、全て縛りなしの、はい、はい、初めてではないか。初めてではないですけど。ではないか。はい。でも、ものすごい久しぶりだと思います。結構久しぶりだよね。多分、もしかしたら第1回以来とかじゃないですか、ね。第1回とか第2、3回ぐらいかな。はい、なんでもう4年以上やってないかもね。はい。この無差別級に。無差別級みたいなですと。はい。久々にやります、はい。はい。ですので、はい。どなたでも出ることができます。ただ、特別賞はちょっと今回、こう、細かく分けて。はい。はい。まあ、まあ、例えば、あの40オーバー賞だったりとか、はい、ウーマン賞だったりとか、はい、親子賞だったりとか、はい、そういう感じの特別賞もちょっとしております。はい、ですので、ぜひね、あの皆さん、参加していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、新商品のコーナーに行きたいと思います。じゃあ、木戸さんお願いします。はい、本日の新商品はですね、はい、ああ、それ入ったんだっていうのがね、出てきますので、そうですね、はい、お楽しみにということで、まずはこちらの、はい、戦国。はい、戦国剣心、はい、剣心、はい、来ましたね、はい、まあこちらはもう同じになりました。こちら家紋が入りまして、で、はい、反対側にこちら U の名前というデザインですね、はい、はい、こちら戦国、はい、一個一個のラインナップがですね、はい、結構まあ、あ、そういう新しいことを詰めてくるんですねっていう、はい、はい、まあそういう、まあ、そういう各ラインナップごとの結構個性が際立ってる、はい、はい、まあ、メーカーとして最近名を馳せてきておりますが、はい、この剣心、パッと見はですね、はい、まあ何か違いがあるのかっていうフルメタルなんですよ ね、はい、はい、これ超長ジェラルミン6061ってなってるんですけど、実はこれ、はい、おそらくヨーヨー業界では初めて、はい、A7068 という、はいはい、メタルを使っています。7068、そうです、はい、はい、まあ、A がついてるのでアルミ合金の中の塊なんですが、はいはい、こちらですね、まあ、今すごい特に日本国内においてものすごい人気が高い、はい、超長ジェラルミンなんですよね、はい、7075って呼ばれますけど、はい、はいはい、そちらよりも強度が高い、はい、なおかつ同じだけの比重ということなんですね。ああ、なるほど。そうですね、はい、ですんで、これフルメタルのヨーヨーって、はい、特に精度との高さとかね、はいはい、そういったところが、まあ、やはり特徴の一個であるんですけど、はいはい、やはりですね、皆さん突き詰めた設計をしていくわけですよ。そうですね、はい、突き詰めた設計、どういうことかっていうと、耐久性の限界を、はいはい、見極め、はい、もうできるだけ薄くできるところは薄くするわけですね。そうですね、はい、まあ、基本的には、はい、よく一般的に真ん中が軽ければ軽いほど、はい、回転力強くなるんですよ、はい、同じ重量だったら、はい、真ん中薄くて外側に重さある方が回転力が強くなるんです、はいはい、っていうことは基本的には真ん中を限界まで薄くして、はい、他のところに重量を分散した方が、はい、ヨーヨーって作りやすいんですよね。そういうことですね、はい、やはりその方が安定感も増しやすいですからね、はい、そうしたいわけなんですが、ただやはりね、素材の限界を超えるにはやはり相当な苦労が必要なわけです。そもそも素材がもう、なんで各素材ごとにここまでは薄くできるっていう限界値が多分あるんですよ、ね、はい、そうですね、はい、それはもうやはり工場側からも出されるらしくて、これ以上薄くしたらやっぱメーカーとしてでは工場として責任が取れないって言われるらしいです。あ、なるほどね、はい、はい、なんで、まあ、それぞれ薄さとかもそうなんですけど、例えばこのネジ切りの深さ、ネジの長さとか、ね、そういったところとかもやはり制約があるんですよ。ただ素材を変えてしまえばそれは解決するわけです。そりゃそうです、はい、より
ね、強度が強い金属です、はい、まあ、なので6061より超長ジュラルミンの方が真ん中が薄くできるため、はい、まあ、回転力強いものを作りやすいと、はい、フィーリングが変わりやすいと、はい、でそれよりもさらに上にみたいな、ね、そういうことですね、はいはい、これでポイントなのが比重なんですよ。なるほど、はいはい、実は6061と7075って実は7075の方が比重は高いんですよ、はい、あ、そうですね、つまり同じ厚みだと7075の方が重くなっちゃうわけです。ね、はい、なんでそれ以上やっぱ削ったりする必要があるわけです。なんで、なるほどね、まあ、言うならば多少なりとも形状が変わったりですとかで、あ、はい、ちょっと変更点大きくするわけですけど、はいはいはい、こちらは超長ジュラルミンとほぼ同じ基準なんですよ。おー、なるほど、はい、っていうことなんで、もう単純に強度の面だけで言えば乗用感みたいな、はい、感じなんですよね、はい、もちろんその他のフィーリングとに関してそれを混ぜて言えばもちろん全く別のようなんですけど、はい、単純にその強度の面、そして薄くできるっていう面で言えばこれはもう乗用感といってもう差し支えてないわけです。なるほど、はい、はい、そうですね。でその上でですね、やはりこの、まあ、剣心、はい、このもうど真ん中の設計ですよ ね、 そうですね、もう純粋に7068の魅力を楽しんでほしいと。なるほど、はいはい、そういうことなのかなと思います、はい、でヨーヨー意外レビュー大賞っていうのを数日前まで言ってたんですけど、そうですね、はい、はい、その中にですね、実はその以外のレビューをしてきた流れで、はい、ヨーヨーのレビューをしてきた人もいるわけです。あ、なるほどね、まあ、はい、そうですよね、別にヨーヨー以外レビューコンテスト中だからって普通にレビュー書いちゃいけないわけじゃない、ね、わけじゃないんですよ、はいはい、ただですね、この剣心を変わる高のレビューの一個でこれはモノメタル最強の一角ではないかと、はい、そういったコメントがありまして、はいはい、結構これ使って驚くのがこれ重量が 64g 切ってるんですね、はい、めちゃ軽いですね、めっちゃ軽いんですよ、はい、ただ測ってみて軽いんですけど使ってみて重い、はい、この乾燥ってバイメタル使った時の乾燥に似てるんですよ。ああ、なるほどね、はい、そうですよ、まあ、もちろんね、素材がね、まあ、一体型とはパーツ組み立て式なのでそこのフィーリングの違いはそもそもあるんですけど、はい、結構ですね、同じ金属のように見えて違うフィーリングってこれ結構色メタル使っても分かるんじゃないかなって思うんですよ ね、 そうですね、明らかに今までのモノメタルとの違いみたいなのがありますからね。そうですね、はいはい、で実際にフィーリングが違うだけでは性能面ですよね、はいはい、実際に長く回る、安定して長く回るっていうところがものすごい突き詰められてます。そうですね、はい、はい、これ実際やっぱり戦国のオーナーさんはものすごい自信作で、はいはい、もうこの剣士も本当にすごいからと、はい、もう発売する前から危機としてほぼ激推ししてきましたね。そうですね、はいはい、まあ、確かに僕らも使ってみたら確かにこれはすごいな、これは本当に使いやすいですね。そうです、はいはい、実際に僕らもこれ結構使わせてもらってて、はい、で特にね、まあ、お塚さんは、はいはい、かなり練習会とか、そうですね、そうですね、結構いろいろとこ持ってて使ってましたね、はい、そこの評判も良かったですからね。そうですね、軽いんで疲れないんですよね、はい、そうですね、はい、で性能が高いっていうのもあって、はいはい、すごいいろんなところでも使いやすいです。あと結構ブラストの感じもいいので、はい、手触りもいいので、はいはいはい、手でその辺で使う分にも適してますね。そうですね、はいはい、そして今回スプラッシュカラーもあるということで ね、 あ、そうですね、はい、カラー展開も新たに始まったということで、こちら戦国、はいはい、まあ、まだカラー残ってますんでね、はいはい、ぜひ皆さんこちら剣心、はい、このレビューで気になった方はぜひお試しください、はいはい、ちなみになんですけど、はい、僕は剣心を使っててトップもできる方です。おお。別にまあ多分その剣心が、はい、結構フラットのやつなんで、はいはい、なんかこう練習の合間にやってたら、はいはい、なんか乗るようになって、おお、結構できるようになってきたんですね。なるほど、はい、意外とやりやすいですよ。なるほど、このちょっと深めのね、はい、この掘り方がいいんでしょうかね。はい、ぜひトップをお試しください。はい、よろしくお願いします。それでは続きまして、はい、はい、これはちょっと僕らが待ちわびていたようですね。そうですね、はい、44RP、はい、はい、こちらですね、ブルース、ブルース、はい、はい、来ましたね、まあ、名前の通り、やはりこちらもちょっと音楽関連そうですね、はい、はい、そうした名前で来ましたね、はい、はい、これもですね、見た目で、パッと見でもうね、違い分かりますよね、他のフルメタルの違い、はい、そうですね、はい、これ、木製のウェイトリングがついてるんですよ、はい、はい、片面 3g ずつということで、だいぶ重くなる、ね、だいぶ重くなります。もともとの重量は 64g、そして 70g になるわけです、はい、そこから 3g 足すので。はいはい、で、これですね、付属品でこうしたパーツが付いてるんですけど、これはですね、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、こういう尖りを見ると割れつつるみたいな感じで、はい、まあ実際使えるとは思うんですけど、はい、こういったで先が尖ったこの部分で外せるようになってるわけですね。はい、そうですね、はい。はい、でまあ実際にこれ、まあ、木のものなんで、まあ、実際これ使ってたら丸くなっちゃうとは思うんですけど、はい、マイナスドライバーとかの外すことができます。そうですね。はい、でやっぱりメタルのヨーヨーって改造なしでパッと使えるっていうのが、そうですね、今でもね、はい、まあ普通なんですよね。そうですね、はい、まあ一昔前はね、もうまあヨーヨー買ったら真ん中のベアリングも買わなきゃいけない、そうですね、シムも買わなきゃいけない、パッドも買えなきゃいけない、そうですね、まあ、パッドっていうかオーリングでしたからね。そうですね、リングも買えなきゃいけないし、ベアリングは脱脂しなきゃいけないし、はい、はい、そうなんです。とりあえず一通りいじらないと、はい、まあ大会で使える状態にならないと。そうなんですよ、はい、素材を買っただけだみたいな。そうなんですよ、ね、そう、素材を買っただけだ、それを生かすのは自分次第だと。
そうそうそう、はい、これから料理しなきゃいけない、そう、はい、そんな、 なんですけど、もう今時のヨーヨーは、はい、もう完成品ですよ、レトルトですよ、そうなんですよそうですね、そう、はい、もう買ったらできてるんですから、そうですね、はい、はい、ですよ、このブルース、あの元ダンカンクルーの2人が関わっています、そうそう、はい、はい、これデザインはドリュー・テッツ選手が、はい、はい、役あの、まあ、実際やってまして、はい、でロゴデザインはロドリゴ・ヨコタ選手、はい、はい、まあ、元ダンカンクルーらしくっていうところがあるんでしょうかね、あ、あの結構その、はい、ダンカンのラインナップってそのカスタマイズの猶予があるんですよ、ね、ああ、まあ確かにね、はい、はいはいはい、はい、で実際にやっぱそういう愛好家の方というか、うん、やっぱりいるわけですよ、うん、はい、まあ、何かしらやっぱいじる要素が欲しい、今だとね、まあパッドもベアリングもアクセルも何かもね普通そのままで使えますから、そうですね、はい、買えるとしたら、はい、逆にそこぐらいしかない、確かに、それ以外あんまりつけたり外したりとかあんまりしないわけですよ、ね、決められたパーツを決められたように変えるだけみたいな、そうなんですよ、ですね、はい、はい、でやっぱり人とやっぱりちょっと違うものが欲しかったりとか、はいはい、やっぱり自分だけのセッティングを見つけたかったりとか、はい、っていうところでこれカスタマイズ制定っていうところが生きてくるのかなと、なるほど、はい、はい、思いますね、やっぱりちょっといじれるっていうのは、ね、やっぱ愛着が湧きますよ、確かにね、はい、自分だけのみたいなね、そうなんですよ、はい、はい、これやっぱパッドを変えてるだけの人だからやっぱり自分のセッティングってなるじゃないですか、まあ、そうですね、はい、それはこうしたね、もう見た目にもかなり大胆な、はい、セッティングになりますんで、はい、そういったところが愛着が湧くと思います、はい、でこれ直径がでかいんです、めちゃでかいです、はい、直径62ミリなんですよ ね、はい、そうですね、これ、はい、ちょうど同社のリズムなんですけど、はい、全然違う、全然違う、フルサイズのヨーヨーってちょっと大きめぐらいなんですよね、はい、はい、でもそれよりも全然もう一回りも二回りも大きいヨーヨーになっています、はい、はい、でまあ、その上で 64g か 70g かっていうすごいですね、この木のウエイトリングも相まってかなり唯一無二というか、あ、はい、でもね、他にはないフィーリングですね、はい、はい、こんなに独特なフィーリングになるんだっていう、そうですね、外しててもつけてても独特ですね、確かに、はい、はい、これですね、こんだけ大きくて結構ですね、持った時もあのなんかサイズ感なんか 62mm っていうよりも個人的にちょっと大きく感じます、迫力あるね、そうなんですよね、多分このラウンドとこのストレートの多分シェイプの関係だと思うんですけど、実際にすごい大きく感じるんですね、で使ってみると 70g にしても64g にしてもすごい軽く感じます、あ、分かるですね、はい、ものすごいふわっとするんですよね、はい、でその上で結構縦の回転が強いので、うん、長いことコンボしてても結構あれそのまま回ってるなっていう、そうですね、はい、はい、感じ出してます、なんで悪い意味でのふわふわじゃないんですよ、そうですね、はい、はい、ものすごい気軽に使ってられる迫力のあるヨーヨーっていう、ああ、分からないですね、はい、感じですね、大きいヨーヨーが好きなんだけど大きく使ってると疲れんだよなっていう人は、かなりブルースいいセッティング、これいいんじゃん、いいセッティングというか、はい、いい重量配分なんじゃないかなと思いますね、はい、はい、でこれですね、ちょっとエッジが、まあ、これ丸くなってるんで、はい、結構個人的なあのリジェクション系とかも、なるほどね、はい、はい、結構外れる時がこうふわっと外れて、なるほど、はい、結構気分いいですね、はい、はい、っていうところも注目してもらいたいですね、なかなかですね、こういう、まあ、こういったエッジ周りの形ですとか、はい、木製のウィトリング、はいはい、っていうこうした工夫がですね、最近の他のフルメタルよりはない部分ですので、はい、全体的に見てものすごい個性的、ちゃんと個性がしっかり出てて、はい、それを皆さんにぜひ味わってほしいなと、僕たちとしてもおすすめしたい、はい、はい、そうしたポイントが詰まったヨーヨーですので、はい、はい、ぜひブルースこちらもお試しください、はい、よろしくお願いします、はい、そして続いてこちらですね、はい、これ僕らもうね、はい、来た瞬間からテンションがぶち上がりましたね、青春ですよね、そうですね、はい、こちら1997年のハイパーヨーヨーたち、はい、はい、こちらじゃん、これ箱開けた状態 です、ね、はい、はい、そしてもちろんね、箱を入れた状態で売ってますんで ね、 でね、はい、こんな感じです、はい、じゃん、はい、はい、この箱を僕たちは見すぎたせいでこの箱のものをホームセンターで見ただけで、あ、ヨーヨー、あ、違うってなるわけです、このブリスターの形ね、はい、パッケージの形のものね、はい、あ、もうある意味罪な形、これ、そうですね、はい、はい、というわけでですね、ステルスレーダー、ハイパーレーダー、そしてハイパーブレインが入荷しました、はい、はい、もう正真正銘ハイパーブレインで す、 そうです、ね、ハイパーブレイン、ステルスレーダー、ハイパーレーダーです、はい、あのコロコロのですね、紙面で見たあの形もね、ここにあるわけですよそうですね、そうなんですよ、はい、このブラックキャップのクリアのボディのこのハイパーレーダー、はい、僕これコロコロで見て、うわ欲しい、5000円か、僕当時小学3年生でしょ、サンタさんにお願いしよう、ああ、なるほどね、でも発売日が年度越しだったんで来なかったんですよね、ああ、なるほどね、はい、そしてその年を境にサンタさん来なくなりました、残念だわ残念、はい、このレーダーしか買えなかったんだよ、ああ、そういうことですか、はい、このレーダーしか残ってなかったんだよね、はい、この店に、この色の他のやつもちょこちょこありましたよ、ね、そうなんですよ、でも、はい、もうこの色の、いやでもこの色のファイアボールは結構レアだったんですよね、僕の、ああ、なるほど、なんかね、はい、レーダーは結構この色がばっかりあって、はい、で
ハイパー終わったぐらいに、はい、この辺がやっと手に入るようになって、はい、もうこの色めっちゃ好きだったんで、この色いいですよね、この色めっちゃかっこいい、そうですよね、はい、なんでなんでしょうね、多分イエローキャップってもうなんかこの当時のヨーヨー人は刷り込まれてますよね、そうですね、イエローキャップのブラック文字ってやばい、やばいですね、超かっこいい、そうですね、はい、でもこれとあと僕の青春の色はこれです、あ、完全にこれはもう個人的なところなんですけど、はい、セレスレーダー、これですね、はい、これももうブームが終わってちょっと安売りされてたところ、なんとか親にお願いしてまた買ってもらって、はい、なるほどね、はい、多分それでも4000円とか買わしてたんですけど、全然高かった、全然高かった、当時1万円って5000円とかでしたからね、そうですね、はい、5000円に消費税ですからね、そうですね、でもやっぱ当時そのくらい性能が高かった、確かに、はい、そうですね、今ではね、やはりどうしてもメンテナンスの手間とか考えると、はい、まあ、初心者の方にいきなりこれってのちょっとおすすめしにくいではあるんですけど、はい、ただもうこのパッケージ見ただけで、あ、買いますって人がやはり店頭でも多く、そうだ、当時やってた人はね、はい、逆にこう、当時地方だったら買えなかった人もいるんですよ、そうですね、売ってなくて、はいはい、まあ、レイダーももちろんそうなんですけど、はい、このステルスレイダーのこの色なんか、はい、この世に本当に存在してたんだっていう、はい、ブラックキャップのグリーンとレッドは、はいはい、見たこともない、確かになんかコロコロでプロトタイプだけ載ってるってやつだけじゃないかなみたいなはい、そうですね、はい、やつなんで、はい、あとはもうこのグローブレイン、はい、そう、俺グローブレインは昔年齢だと思ってましたね、そう、俺まだコロコログローブレイン信じてませんこのグローブレインなんかは、はい、マジで地方によってはもう入荷してないんですよね、はい、ないです、ないです、はい、そもそも入荷できないっていうレベルだったんだろうなっていう感じで、そうですね、でもこのブレインのパッケージやばいな、はい、僕初めて買ったブレインなんですよ、あ、もう僕もです、はい、僕もブレインだったのでこのパッケージのもの買いました、はい、はい、そうですね、はい、で僕この色がこの色で一番好きです、あー、なるほど、ね、グローのホワイトキャップ、ホワイトキャップ、はい、あ、まだまだこのグローのブルーキャップ、ブルーキャップ、ブルーキャップ、この色で一番好きです、はい、なるほど、はい、はい、いや、これはね欲しいってものすごい思ったはい、はい、やっぱグローっていうもの自体がね、やっぱ珍しかったじゃないですか、はい、そうですね、はい、そのちょっと前にね、ダンカーのドライダーもされてた時に、はい、ミッドナイトみたいなのあったじゃないですか、ハイパーグローと、はい、ハイパーミッドナイトとかね、そうそうそう、はいはい、光るかっこいいって思うじゃないですか、やっぱそうですね、はい、小学生男子ですよ、はい、はい、それがなおかつハイパーブレインだったら、ね、当時もう狙ってしょうがなかったと思うんですけど、はい、今なら買えますから皆さん、そうですね、はい、はい、ぜひね、こちらパッケージの状態もすごくいいので、そうですね、はい、はい、もうとりあえず、まあ、紐はね、さすがに、はい、紐は多分明白なんで当時の、はい、これを変えた方がいいです、これは変えてます、はい、そうですね、あとはやっぱりベアリングもね、はい、状態がいいとは、まあ、限らないので、ものによっては、はい、でも意外と錆びてないものも多かったかな、ああ、なるほど、はい、はい、まあ、オイルが最初ついてるはずなんで、まあ、ね、はい、まあ、使えないほどではないと思うんですけど、まあ、一応やっぱりね、はい、まあ、こちらの、まあ、デッドストック品なのであれば、ね、はい、はい、そちらの方を、まあ、ご留意いただいて、ね、はい、ご考慮いただきます。ちなみに今でもこのハイパーレーダーどうしても使いたいと、はい、気持ちは分かります、はい、やっぱりこういうの見たら、わあ、これを使ってなんかしたいっていう人は、はい、レイダーアクセルネオと、はい、サイズ系マイタスベアリングの2つを組み合わせて、はい、ルーピングにしてもらうと、はい、めっちゃ使いやすいです、そうですね、薄型ベアリングですよね、はい、に差し替えてもらえれば、そうですね、はい、今のレイダーってこう皆さん、もしかしたら人によってはレイダーアクセルネオって、はい、なんでネオなんだろうと思ってる人いると思うんですよ、はい、はいはい、この当時のレイダーアクセルって長いんですよね、そういうことですね、それの短いバージョンをネオってなってるんですよ、はいはい、なのでこの昔のハイパーレーダーってアクセル長いので、はい、薄型ベアリングとかナイスペー、ナイロンプラスチックスペーサーとか入れると、はい、すっごい締め込まなきゃいけないんですよ、そういうことです、ね、通常よりも、はいはい、なのでそしたらここが割れてくるんですよね、そういうことですね、すはい、締め込むっていう壊してますからね、そうですね、要は壊そうとして、はい、やめたっていうのが使いやすい状態、そういうことですね、はい、なんですけど、まあ、レーダーアクセルネオはちょっと短いので、はい、それだと比較的シュッと締めただけでも、はい、ちゃんと使いやすいキャップになるのかなと思いますので、はい、はい、はい、ぜひね、もうレーダーを使いたいけど、はい、ナイスペとかもそういうのよくわかんないし、実際これが使いやすいわけじゃないのも分かってるっていう人は、はい、薄型ベアリングとレーダーアクセルネオで、はいはい、セッティングして使ってみてください、はい、はい、というわけでよろしくお願いします、そのセッティングで当時からやった人がダブルループを練習するのは多分モチベーションめっちゃ上がります、そうですね、はい、まあ、実際にサイズ系マイナス、はい、まあ、あんまりメンテしなくてもちゃんとはめれば使いやすいですね、そうです、普通に使いやすいです、はいはい、のでさあ、というわけでヨーヨーの新商品紹介以上なんですが、はいはい、こちらはですね JN の前売り券、はいはい、全国大会の前売り券を販売開始いたしました、はいはい、でこちらですね、まあ、岩倉店でも販売してたんですが、渋谷店の方でも販売開始しておりますので、はいはい、店頭にお越しいただいてついでに買っていただければね、送料とかなく一番お得な形 で、はい、こちらの前売り券をゲットしていただきます、はい、もちろんねウェブの本店の方でいろんなものと一緒に買ってもらえればと思いますので、はい、はい、こちらもよろしくお願いいたします、はい、しというわけで新商品紹介以上です、はい、さあ続きましては本日のお便りのコーナーです、はい、それではお便りです
ですね、はい、はい、ペンネーム、それでは、頭屋さん、はい、はじめまして、大塚さん、木戸さん、いきなり質問ですが、外で練習していてヨーヨーを地面に落とすことがあると思います、うんうん、木戸さんや大塚さんはめちゃめちゃ高い、もしくはすごく気に入ってるヨーヨーがコンクリートに落ちたりした時はやっぱり落ち込みますか？僕はめちゃめちゃ落ち込んで現実逃避します。できれば二方のその時の心境なども教えてください。まあやっぱありますよね、誰しも。あります、あります。誰しも、誰しも。誰しもありますよね。はい。はい、まあ、特にね、今、まあ、今でもあるね。そんなにないけどね、最近は。はい、まあ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 、ね、はい、まあ、昔ほど外でたっつり降ってないからかな。そうですね。はい。はい、まあ、あと、紐がもともと短かったりとかするので、僕とかは、はい。なんで、あんまりメタルとかを外で買っていうことはないんですけど、ただ逆に、今は、はい、地面にぶつけて削れたとかだけなんで逆にいいです、はい、まあそうですね、はい、まあ、ヤスリかけたりとか、はい、ああこれ傷ついちゃったなで済むんですから、はい、昔はぶつけた瞬間パーンですからね。そうですね、パーンっていきましたよ、はい、僕のスピーダーも僕の青春です。そうですね、はい、まあ、そういうのやっぱりリムだけが飛んでいくとかだったんで、はい、もうそうですね、以前一回多分リオンヌ TV でお話ししたことあると思うんですけど、はい、今日ハイパーヨーヨーが、はいはい、来たんで、はい、当時の話ですよね、はい、ハイパーヨーヨー当時の時に、はい、まあ、当時メン100のストリングだったわけですよ、はい、でまあその当時僕いろいろなんかね、チャンプキャラマンみたいなやつちょっと勝ったりとかして、はい、でわけわからんカラーストリングとかもらってたんですよ、はいはい、わーやったカラーストリングだって言って、はい、でもまあ普段は普通 の, あのコットンを使ってたんですけど、はい、まあ、やっぱなんかの機会に使わなきゃもったいないと思って、はい、でカラーストリングと、まあ、レーダーつけて、はい、友達ん家行きながら、はい、まあ、当時まだ小学校か中1かだったんですけど、はい、まあ、ダブルループとかで出身だから行くんですよね、はい、で家を出て、はい、ちょっと歩いて行ったくらいで、はい、紐パツーンって切れてはぁーって思ってカッてやったら、僕ん家道路があってちょっと高いところにあるんですよね、はい、でこうコロコロコロって転がってそのまんまなんかガードレールの向こう側にコーンって落ちたんですよ、はい、したらもう道路ですよ、はい、したらもうガーッてってうわーってバッて見たらもうはいはいあれはすごい悲しい。まあそうですね、はい、悲しい出来事でしたね。でも小中学生の時の2000円3000円のヨーヨーってまあね、はい、えらい高級品ですからね。そうですね、はい、高級品がパンですよ。そうですね、紐コットンも使ったばかりで謎のコットンのカラストリーも使ったばかりそうそうそう、やっぱ当時ね、本当昔の話ですよ、本当18年前だった、はい、あの当時のカラストリングやったら切れた、はい、そう、はい、コットンのカラストリングはやばいね。やばいですね、まあ、今でもあるんですよ実は、はい、コットンのストリングとコットンのカラストリング、はい、これは本当に気をつけてください、はい、古いヨーヨー買って、はい、その紐を古いヨーヨーで使うのはいいです、はい、ただそれを新しいヨーヨーにつけないでください、はい、絶対切れるんで。そうですね、はい、で、なんすかやっぱね、でもコットンのストリングだからいいみたいな、固定軸の時はとか言う人もやっぱもちろんいるんですけど、分かりますと、はい、まあ、固定軸でフルスローしないならいいです、はい、もちろん、はい、ただ一般的な紐用にコットンつけたら本当切れる、はい、そうですね、もう本当にやめた方がいいです。そうですね、いくら安くても絶対にダメだ、ダメだ、まあ、ノーマンコットンストリングまあまあ気持ちはそのぐらいなんですけどね。そうですね、はい、まあまあまあ、コンクリートにその落ちた時とかやっぱりさっきヤスリかけるとか言ってましたけど、はい、そのまあヤスリをかけると一緒にこの間見たのが、はい、黒いオイルを使ってる、はい、メタルの黒いを使ってる子がいて、はい、でもうその子はもう傷ついたらもうな滑らかにして、はい、マジックで塗って、ああいますね、はい、そういますね、いますよね、はい、はい、まあ、短縮とかある程度目立たないところができんのかと思って、そうですね、はい、まあ、逆にさ、はい、気づいたとこそうやってやってたらスプラッシュみたいになるんだよこれなるほど、まあ、その塗料を選べばね、まあまあまあそうです、ね、マジックとかはもちろんそうですけど、はい、もうなんか今時結構あるじゃない、はい、なんかホームセンターとか行ったら色つけれるようなの、はい、まあ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 、はい、はい、なんかボロボロになったヨーヨーを、はい、それ塗ったら、はい、スプラッシュっぽくなって、はい、な気分的に蘇った感じまあまあそうですね、まあ、まあ自分でペイントとかしちゃう人もいますからね、はい、そうですね、はい、っていうね、まあなんか直す余地があるのはやっぱり羨ましいですね、まあ、羨ましたら自分たちもここにいますけどそうですね、はい、そうですね、はい、まあなんでそうですね、やっぱりすごく気に入ってるヨーヨーがコンクリートに激突したりしたら、はい、まあもう落ち込むどころじゃないですよね。まあそうですね、はい、なぜ俺はこんな紐使ったんだと後悔するんですよ。落ち込むよ、はい、でも後悔する方ですね。あーなるほど、ガンってぶつかった時に、はい、なんで今俺調子に乗ってテキサスカウボーイやったんだとかだいたいガンって行く時その直前の行動で原因があるじゃないですか、はい、まあそうですね、はい、なんでちょっと長い紐だったんだいつもよりとか、はい、はい、なんで今この技をやろうと思いっきり振ったんだとか、うん、なんで原因があることが多いので、はい、ちょっと後悔する側ですね。なるほど、はまあ、まあそうですね、まあ、後悔しないように、そうですね、はい、ちゃんといい方を選んでいただいて、あとね、最新
俺はもうぶつけてた一番だったタイミング多分復帰して、はい、アセレーションとスーサイドルした時ですね。ああ、はい、なるほどね。はい、はい、まあオフトの考えたらちょっと覗いて、はい、はい、まあそれはまあ落とす前提で練習すると思いますから。まあそうですね。はい、はい、でも結構ラセレーションとかって初めての動きだったんで、はい、高さを見余るんですよね。ああ、わかるよ。はい、こうラセしてあミスったと思って手を下に下げちゃうとよくガンって当たるっていう。ああ、わかるわかるわかる。はい、それでやたら気づいてましたね最初は。ああ、そうですね。まあなんでできるだけ気をつけるしかないですやべえなここって思ったら、はい、お気に入りを使わない。そうですね、もしかしたら練習しないそこで、そこで練習しない、ちょっと俺芝生のとこ行ってくるわ。そうそうそう、柔らかいとこ行ってね、はい、はい、やってもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、そして、続いてのお便りですね、はい、続いてのお便りがツンクメスさんですね、はい、はい、リワインドスタッフの皆さんこんにちは、はい、リワインド TV いつもいつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。 JNO まで2ヶ月を切りましたが皆さんはいかがお過ごしでしょうか。3月20と21にあった44フェスティバルに参加したのですが、初日のトリックショータイムで木戸さんがルーピングヨーヨーを2つを右手の中指と人差し指につけて2つ同時にアラノザワールドをして見事両方キャッチするというトリックを見ました、はい、あれには本当に驚きました。そこで質問なのですが、皆さんはこのように基本の5つのスタイル以外に何か変わったトリックや遊び方をしたことはありますか。ぜひ参考にしたいのでお答えいただけたら幸いですと。なるほど、これ、はい、あれだよね、はい、ここで酔っ払ってレイ君と、はい、そうです、やつだやつ、はい、そうです、あの、はい、2 in 1ハンドの、そうです、はい、ルーピンバン、それじゃなくてルーピンバン、ルーピンバン、はい、はい、そうですよね。他にいたんですよ、はい、2個のヨーヨーでループとループをしてた方がいて、おー、なるほど、あ、なるほど、はい、あ、じゃあこれちょっと、岩倉さんいるからもう自己承諾でいいやと思ってはいはいはい、はい、ではグラビティプルトでこれやったんですよね、はい、で2つのヨーヨーでアラウンド、はい、これもしかしたらね、パッと思って、あれそれ別に簡単だと思うかもしれないんですけど、はい、意外と難しくて、そうなんですよ、ね、そう、はい、冷静に考えたら、こうやって投げて、待って、キャッチしてると、ここで紐ひねるはずなんですよ。そうなんですね。絡まるんですよ。アラウンドワールドして、普通にキャッチすると、はい、こう、斜めに返ってきて、はい、ここで絡まってるんですよね。そうなんです。それを絡ませずに、いかにアラウンドワールドするか、みたいなのを、酔っ払い3人でこう。そう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 。これ手をこうやったら絡まんなくね。そうそうそう。こうやってやって。そうそうそう、で、はい、ループとループも、これ絡まして、はい、こうやったらほど切るかシュートダブーならいけるんじゃねとか、そういうノリで生まれた、はいはい、技の一個が、そうそう、ツインワンハンドアラウンドワールド。はい、なんですよね。はい。一人クリスクロスアラウンドワールドできないかって、片手クリスクロスアラウンドできないかって、一瞬考えて。どうやっても無理だって。こう、こう、どう、え、どうみたいな。どうなんのみたいな、多分だって。指だけルフィになればね。手でこうなるって、多分無理だな。これはなったんですけど、はい、まあなんかそういう感じの、あと、逆、こう、こっちはこう、こっちはこうでできないから。ああ、そうですね。そういうアホみたいな発想から生まれる技も多分いっぱいあるんですよ。そうですね。はい、ありますね。っていうことをまあやりましたね。そうですね。はい。まあ、その時でも、まあ、まさか俺も一発でできると思ってなかったんですけど、お一発でできたんですよ。すごいな。はい、多分2年ぶりのやつなんですけど。確かに2、3年前だね、あれ。もっと前じゃない、もっと前かな、もっと前かな。俺来たばっかりぐらいだよ。ああ、じゃあもう4年とか前。4年ぐらいだよ、多分。はいはいはい。でも、まあ、いいね、カメラ、まあ、できたんでよかったです。まあでも、まあ、他にいろいろありますよ、プレイスタイル自体は。多分それこそね、まああの、まあ、亀井岩倉さんが多分詳しいと思うんですけど。そうですね。はい。詳しいですね。岩倉に在住の亀井岩倉さん、はい。そうですね。はい、まあ言うんだったら、それこそ5スタイル以外って、最初俺、あ、トップオンって最初そうだったのかって思ったんですよ、ね。まあ確かにね。はい。まあ、テラーっていうプレイスタイルがあったじゃないですか。はい。はい、あの当時あのテラーとかあの辺ができてた時代って、はい、まあ、それこそ、まあ、ウストもカウンター8もできたてだし、まあ、そうですね、はい、そうですね、カウンター8を2つつけるスタイルとかもありましたからね、はい、あと、まあ、最近ちょっとカイジタン選手がやってましたけど、ダブルドラゴン、ね、ダブルドラゴン、はい、2本のストリングを使ってっていうやつとか、はい、でレイ君よくやってるのは、はい、あのカウンターウェイト2個とヨーヨー1個の、はいはい、ダブルドラゴンの 5A 版、はい、とか、はい、あとあのヨーヨー1個で両手に紐つけてやるとか、ね、そうですね、はい、もうそんなばっかりやないかばっかりやないか、はい、うん、まあそうですね、そういうこと、まあそういうこともちゃんとやってるのがね、そうですね、そうですね、だから1個の、まあ、ただの一発技じゃなくて、あ、そうですね、それをちゃんとで、ね、部門になるぐらいのレベルで消化されていく、消化させるようになるみたいなね、そうですね、はい、っていうのは確かありますね。物を使うで言ったら、まあ、これもね、あの岩倉さんになりますけど、はい、カメラになりますけど、はい、あの 3A 部門で2005年か6年、はい、ああ、すごい瞬間があったんですよね。2006年のその時代って、ね、はい、多分、まあ、世界チャンピオン、世界チャンピオンの宮本浩樹さんと岩倉玲さんが、はい、多分スリーブオンに仕上がってるんですよね。そうですね、はいはい、あれ岩倉さんってスリーブオン出てたんだって思うかもしれないんですけど、はいはい、その時やっぱ一発技でめちゃめちゃすごい宮本浩樹選手、はい、と何をしてたかすかわからない岩倉玲さん、そうですね、小道具男でしたね。そうですね、はい、で多分これ
1位と、もしくは最下位とかだったと思うんですよね。ああ、なるほどね。一番端と端がぶっ飛んだことやってるんですよ。そうですね。でも、レイ君も多分最下位とかだけど、はい、うまくなかったから最下位じゃなくて、はい、部門の枠に収まらなかったから最下位。そういう感じでしたね。はい、なんていうんですかね、はい、この棒、2本の棒みたいなのを持ってきて、はい、それにツーハンドで乗せるとか、はい、ほどいた後、そこじゃないとかからない技をやるとか、はい、そういうのすごいいっぱいやってたんですよ。そうですね。はい。あれ、小道具店が入らないので、はい。はい、小道具店の点が入らないので、はい、全然点入らなかったんですけど、はい、ただ、すごかった。すごかった。あれ、本当にすごかった。そう。はい。しかも、でも成功率やたら高かったから、ね、これマジで練習したんだと思って。だってその時ですよ、フォーエブも前年度入賞してるんですよ。そうですね。2連覇かけてるわけですよね。まあ、うね、もう一個ちゃんとした3本作ってくるんだと思って。すごいね。はい、そうですね。はい、まあ、しかも、それから多分物持ち込みは禁止になりましたし、ね。そうですね。あれ、岩倉さんのせいです。そうですね。判断悩むから。そうですね、はい、今見たらダメですからね、もう鉄の棒を2本持ってきて洗っていくってダメですからね、はい、もうちょっと、ちょっとそれを置いてくださいみたいな。そうですね、はい、本当はね、置いた棒、置かれた帽子拾うとかも本当はダメなんで、そうですね、ああいうのをね、はい、ダメにしたのはもう彼です、はい、彼です、はい、はい、あと他に、あ、なんか何か言おうとしたんだけどな、あ、そう、足でループした人いましたよね。あ、足でループはね、はい、いますね、はい、福澤はじめ選手ですね。そうですよね、はい、それも2004年とか5年とかのいい。あ、でもね、その前のもともと99年とか2000年とかにもうやってるんですよ、大会とかで。やってるんだ。だから出てきて、はい、足でループをしだした時にやったみたいな、はい、なるほど、はい、割と2、3回できてましたよね。そうですね、はい、で足でループをするって意外とあって、はい、昔ね、はい、九州 の、はい、今ジャグラーになった人とかも、はい、テレビで、はい、足でループをするがきっかけでテレビに出るみたいな。そんなことあったんですか？足でヨーヨーができるみたいな。へえ、うん、ただ取材に来た結果他のところがやたらうまいみたいな。はいはいはい、はい、足でループよりも、はい、この人普通にめっちゃヤバいみたいな方が結果すごい、はい、なるほど。足ループは意外といたんですね。そうですね、意外とね、多分できるっすよ。へ、キャッチがしんどいだけですね。いや、キャッチできないでしょ。もうタイミングよくこう足でバッと挟む。俺はそれでこうってそうそうそうやるしかない、やるしかない。それが最後ドッグバイトで締めるみたいな。思いっきりパッと投げてガッてかかってくるみたいなやつしかないですね。なるほど。いや、最近ね、よくヨーヨーの大会がニコニコ生放送出てるじゃないですか。あ、そうですね、はい、で、はい、その時に彼らは足でもできるからたまに冗談でね、はい、書かれてするんですけど、いるんだなと思って。いや、多分ね、意外とみんなできる。やれと言われる。多分やれって言われたら多分俺でもできる。ループぐらいならできる、多分。なるほど、はいはいはい。パンチって言われたら練習するのかよ。まあ、そうですね。あ、まあ、ただ皆さん、足の指って、足の指とか変わってね、擦り傷弱いんで。気をつけて。気をつけてくださいね。はい。と、はいはい、いう感じですね。はい。はい、さあ、それでは最後のお便りですね。はい。はい、マットさん、はい、オスカ店長、木戸さん、荒牧店長、上村さん、他リマインドスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。ヨーヨー意外レビュー大賞、いいですね。自分も投稿して公開いただきました。ウェブ上でもなかなか見つからないようなアクセサリーやメンテ用品の実際に使用した人の声が聞けるってナイスな企画だったと思います。ありがとうございます。自分はミニチュアベアリング専用ドライ皮膜&ウェット皮膜セットについて感動レビューをしたのですが、ふと考える疑問は、このものは日本オリジナルですよね。外国の選手もお使いになられてるのでしょうか。また外国は別に類似品があるのでしょうか。ご紹介ください。それと、いただいたクーポンの利用はウェブ限定でしょうか。実店舗でも使用できたら嬉しいなと思っています。大会とお忙しいと思いますが、お体にお気をつけてください。これからもよろしくお願いいたします。以上です。ということで、はい、はい、まずクーポンなんですけど、はい、クーポンは実店舗でも OK です。はい、はい、まあ画面を見せていただくとか、メールで送らせてもらってるんで、はい、そのメール の画像を保存してもらって、それを持ってってもらうとか、はい、まあ、クーポンコードと覚えてもらって、このクーポンコード使えますかって言ってもらったら、はい、はい、10% オフできますので、はい、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。はい、そして、ドライ皮膜&ウェット皮膜セットなんですけど、はいはい、一応、まあ、日本オリジナルなんですよ。はい、で、まあ、そのこの商品の中にアルコール分が入ってるかなんかで、はい、航空的に厳密に言うとアウト、海外に送るのはアウトになるんですよね。はいはいはい、ですので、もう海外の選手が類似品をもしかしたら使ってるかもしれないです。なるほど。はい、ただ類似品は今まで聞いたことがちょっとないですね。そういうことですね。はい、まあ、海外さん実際気になるんだこれって言って、どういう商品だって聞かれたことありますから。そうですね。はい、もしかしたら何らかの手段で使っているのかもしれないです。はい、で、まあ、ヨーヨー以外レビュー対象なんですけど、はい、やっぱ結構いろんなアイデアが、はい、
まね、そうですね、はい、そうですね、やっぱデビュー大賞を見るために思います。やっぱりお客さん目線は絶対に違う意見が入ってくるな、ね、予想外の使い方してたりとかね。そうですね、あ、なるほど、そういう風に使ってこれがいいって思ったんだとか、はい、想定してる使い方以上のことが出てきたりしますね、はい、そうですね、はい、あの一つ印象的なのがアーマーホルダーのレビューがあったんですけど、はいはい、アーマーホルダーのレビューを腰につけずに机の上に置いてたら、あ、このホルダーかっこいいって言われたってレビューがあったんです。ああ、なるほどね。はい、そうですね。だからホルダーの実用性をやっぱり僕たちは見てしまう。上にはめてって案内するから。はいはいはい。はい、なんですけど、ああ、なるほどなって、やっぱ純粋なその革製品的な魅力もあるんだな。ホルダーって基本的にはこう腰につけたり、カバンにつけたりして持ち運ぶようにできてるんですけど、はい、まあ、インテリアにも使えますからね。そういうことなんですね。ホルダーつけて、まあ、壁とかかけとけば、はい、それだけでちょっと違うみたいな。そうですね、はい、その方もやっぱり作るのでそのインテリア的に使っていたというか置いていたということなんで、はい、はい、というところでしたね。なるほどね、はい、まあ、これからね、まあ、今回ヨーヨー以外レビュー大賞をさせてもらったんですけど、まあ、6月になったらね、はい、あのヨーヨーの日は、まあ、おそらくまだレビュー大賞、はい、まあ、6月にやるか分か6月なのか分かんないですけど、またヨーヨーの本体の方のレビュー大賞、はい、こちらの方もねやっていきたいと思ってはいるので、はいはい、ぜひね皆さんお気に入りのヨーヨーとか、はいはい、セッティングとか、はい、そういうのをねご用意いただいてから、はい、その時を楽しみに待っていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは、本日なんですが、皆さんお待たせしました。お待たせしました。EYYC 予想キャンペーンっていうのをね、はい、実は EYYC でやってたんですよ。はい、もう1ヶ月以上前になるんですけど、はい、はい、あのヨーロッパ選手権のね、そうですね、優勝者を全部も当てて、はい、景品をゲットしようみたいなやつなんですけど、はい、はい、まあ、でその時の商品をまだ紹介してなかったんですけど、はい、はい、その EYYC 予想キャンペーンの、まず1等の商品、はい、1等の商品こちら、はい、バイメタルのスーパースターの EYYC バージョンのブルー、はい、はい、出ました、はい、これは日本未発売、はいですね、あの EYYC の会場限定で売ってて、はい、普通にスーパースターが、はい、でその中でこの濃いめのブルーが、はい、ラスト1個だったんですよね、はいはい、でそのラスト1個持って帰ってきたんですけど、はい、ラスト1個だからこれ商品にしようという感じなので、はい、通常手に入れられる人はいないはずです。そうですね、はい、ですのでこちらが、まあ、すごいレアなものとして1等、はい、させてもらいます、はい、そして、2等ですね、2等2名の方はこちらですね、はい、EYYC のトートバッグ、はい、じゃん、はい、はい、そうですね、毎回また EYYC のロゴおしゃれ、そうですね、はい、このロゴ の、はい、このトートバッグ、こちらが2枚あるので、はい、こちらをプレゼントしたいと思います、はい、はい、こちらですね、そうですね、はい、はい、パープルっぽい色とブルーかな、はい、そうですね、そうですね、はい、はい、はい、っていう感じですね、はい、はい、で今回、全部門優勝者を挙げていくと、ワンウェイ部門がタル選手、タルモドク選手、タルモドク選手、イスラエル、はい、そうです、イスラエルから初のチャンピオンかな、EYYCでいったら間違いないと思います。そうですよね、はい、はい、タルモドク選手、はい、そして2ウェイ部門が、はい、まあ、ドイツの選手でね、はい、ドイツの選手で岡田直人って選手がいるんですよ、はい、はい、岡田直人っていうドイツの選手が、はいはい、2ウェイ部門で優勝しました、はい、プロのパフォーマーの方らしい、そうですね、偶然名字も同じ、あ、そうなんですよ、はい、はい、ドイツに住んでる、へー、まあ、偶然そうですね、はい、からなんですけど、はい、まあ、ヨーロッパでね、ドイツの拠点にプロフォーマンスをしてる方、はい、はい、し、そして、3A が誰だっけ、 3A が、はい、ちょっと調べましょうか、ステファン、うん、フルネームがちょっとわからないですちょっと、はい、ただ結構ヨーロッパ圏として名前が読めなかったりするんですよ残りにくいんですよね、そうですね、はい、口に出すことがあんまりない、口に出すことがあんまりないから、はい、そうですね、はい、先に 4A の選手、 4A はですね、はい、これもドイツの選手で、先ほど 2A も優勝した、はい、ドイツのプロのパフォーマーの、はい、直人岡田っていう選手、あー、直人岡田さん、はい、はい、もしかして2部門制覇、2部門制覇、はぁ、意外わし初の2部門制覇かな、意外わし初かもしれない、やっぱ初の二本制覇ですよ、確かに、はい、あ、すごいな、はい、はい、っていう選手が優勝しましたね、はい、はい、そして、5A 部門が、はい、何連覇目、デイビッド・モルナーが5連覇かな、5連覇ぐらいかな、はい、はい、ずっと勝ってますね、ずっと勝ってます、はい、はい、デイビッド・モルナーですね、はい、そして 3A、 あ、ステファン・ラングレーだ、ステファン・ラングレー選手、ね、そうですね、はい、はい、が優勝してます、はい、こちら、そしてオープン部門ですね、今回オープン部門も、はい、対象だったんですけど、はい、これが1位がジェントリー・スタイン選手、はい、今回オープン部門
世界各国からね、はい、日本からも、日本からもいろんなのが来た結果、はい、ジェントリーが優勝と。そうですね、はい、はい、これすごいね。デチャー勝って、そうですね、これのカリフォルニアも勝ってたしね。そうですね、しかもこれあれですよね、はい、オープン部門のこのジェントリー選手、2014年のチェホン世界大会で優勝してるわけですけど、同じ会場ですから。あ、この会場で負けたことがない男やな、はい、どっかんどっかん置いてましたからね。チェコで負けたことない男やな、かっこいい。かっこいい。そうですね、ジェントリー選手が優勝しました。はい、まずね、この6名を当てた選手には、はい、この EYYC の、 あのスーパースター、はい、プラス、ここまでのキャリーオーバーの提供を、はい、プレゼントという形になります。はい、でですね、ごめんなさい、ちょっと最後にね、ちゃんと商品を確認してくるのを忘れたんですが、はい、多分、こちらですね、まず、前回、最後に当たったのが、はい、JN なのかな？ JN かな、うん、はい、JN になると思うんですよね。はい。はい、で、その後が AP です。はい、アジアパシフィックの、キャリーオーバーがこちら AP 限定の、はい、プルミエール、はい、リアレットですね、はいはい、そして、次が世界大会、はい、世界大会の、景品がこちらフューチャーボーイズ×シュー高田の、はい、ルート AT L、はい、L こちらですね、はいはい、そして、全米大会、はい、その後全米大会のキャリーオーバーがこちらですね、はい、はい、バサクーダの DXL クルーエディション、はい、はい、ということですね。はい、はい、でこちらの機種が、1位の方のところに行くということですね。はい、はい、通常販売されてないですよね。うちらの方では販売してないか、ね、DXL の。いや、これは、販売したんですけど一瞬で売り切れた。あ、一瞬で売り切れた、はい、一瞬で売り切れたやつですね。はい、はい、っていう感じです。はい、こちらの商品が、はい、全部も正当の人に与えられるんですが、はい、今回 EYYC 予想キャンペーンで、はい、なんと全部門がついに出ました。出たさあ、これなんと、しかも、はい、2名いるんですよ。2名いるんですよ。なるほど、はい、2名いるので、はい、これはね、せっかく当てたお二方、はい、大変残念なんですが、はい、この二つに分けてというわけにはいきません。そうですね、やはり一人の人に全部に行くことにこのキャンペーン意味があります。そうですね、やっぱ片目ずつってわけにいかないんで。そうですね、よりによって片目ずつか半分ってこうじゃないんだよね。こうじゃない、こうじゃない、こう、こっち向けなんだね、こうやって。そう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 そ
あの抽選をしたいと思います、はい、2名の選手、はいはい、でこの全取りかこれこの2名の選手なんですが、はい、選手ですごめんなさい、はい、2名の方なんですが、はい、もちろん外れた方は2等が当たります、はい、確実に2等が当たります、はい、ですのでもうこの時点で何ももらえないことはないのでそれをお話ししてください、はい、そしてこのこちら2名の方ですね、はいはい、YK 岡山県の方そして WI 愛知県の方、はい、こちらの2名の方で争っていただきたいと思います、はい、今確かに入りましたよ確かにこの2枚がこの中に入りました、はい、さあじゃあ木戸さん行こうかあ責任重大だね木戸さん行こうかはい、はい、じゃあ行きましょう行きましょうさあどっちが取られるのかこちらと愛知県、はい、愛知県ダブル愛さんおめでとうございますさあこちら愛知県 WI さんに、はい、こちら全ての商品をプレゼントいたしますので、はい、こちら大事にしてください大事にしてくださいねはい、はい、よろしくお願いしますさあ、はい、そしてということでこちら岡山県の YK さんには、はいこちらのトートバッグ、はい、こちらをプレゼントいたしますはい、はい、で、はい、あと一つのトートバッグを争ってそうですね、はい、3名の方がはい、一部門外しの3名の方がいます、はい、こちらで争っていただきます、はい、それではこちらドンドン、はい、宮城県の JM さん、はい、宮城県の JM さんはい、はい、JM さんですねはい宮城県の JM さんはい、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございま す心当たりあるわ心当たりあるなやべえ今回全員心当たりがあるそう全員心当たりがある、はい、でも認識してないんです、はい、ごめんなさい、はい、いやいやいけてない方は着てないグッズになりますんではい、はい、ぜひ大事にしてくださいよろしくお願いします、はい、さあというわけで今回のリワインド TV は以上はいそうですねはい、最後にもう一度あの、はい、当たった当選者の、ね、方のおさらいだけはい、はい愛知県の WI さんこちらが1等当たりました、はい、そして、岡山県の YK さんこちらの方にあー、はい、トートバッグはいこちらはプレゼントそして、はい、こちらのトートバッグを JM さんにはい、はい、プレゼントいたしますので、はい、こちらの方よろしくお願いしますよろしくお願いします自分並べたかなって思ったらねそうですねはいもうメールが来るのを待っていてください、はい、そうですねはい、はい、よろしくお願いしますまあのメールとブログで、はいはい、書かせていただきますので、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい
さあ、というわけで今回のテレビ以上ですね。じゃあ最後にもう一度告知だけさせてください。はい、4月23日、今週末。はい。ウエストジャパン予想コンテスト、西日本地区大会、はい、最後の地区大会です。こちらの方開催されます。物販、はい、やりますので、はい、ぜひ皆さん、ご来場ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして4月の30から5月1日、次の週ですね。はい。浜松ヨーヨーコンテスト。こちらの方でも、僕たち物販をやります。はい、なんと物販ブースには、全米大会、そして今年のカリフォルニア州大会チャンピオン、はい、ザック・ルビーノ選手が、はい。はい。いますので、英語できる方、ぜひ来てください。来てください。はい。僕たちはあんま得じゃないです。はい。ずっとそばにいるほどできないので、まあ、ぜひ。ハートがあれば大丈夫です。はい、大丈夫です、はい。はい。はい。よろしくお願いします。そして、渋谷店受け取りのコーナーを作ったので、はい、はい、自己注文の時に渋谷店受け取り、店舗受け取りっていうのを選んでもらって、はい、で、備考欄、コメント欄のところに、どこで受け取りで、何日ぐらいに来ますっていうのを書いていただけると、はい、まあ、毎週木曜日にそれを一括して送ります。ここで注意なんですが、ここで何店って書かないと、はい、どこで受け取りかがわからないので、はい、そこに持っていかれないんですよね。そうですね。まあ、渋谷店もそうですし、はい、物販受け取りもそうです。はい、岩倉かもしれないので、ずっと待つことになります。はい、メールは一応送らせてもらうんですが、それに返事があるまで発送できません、はい、ですので、そのもう一個次の週になっちゃうかもしれないです、はい、なので確実にコメント欄にどこどこで受け取りっていうのを書いてください。よろしくお願いします。記入例はブログの方にも書いてますので、ね、ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、そして、ビデオコンテスト、今回は無差別級です、はい、こちらの方近々スタートいたしますので、はい、ぜひ皆さん準備をアップをしておいてください、はい、そうですね、はい、今のうちに撮っておいてもいいですからね。そうですね、そうですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ、それではリバニティ以上ですね、はい、次回が、はい、次回がですね、5月に入りますね。5月の4日の予定ですが、4日できるかな。そうですね、実は私結構ゴールデンウィーク忙しい予定なんですよね。そうなんですね、ゴールデンウィークパンパンの予定なんですよね。そうなんですよね、はい、ちょっと27にする、来週にしときますか。そうですね、そうですね、来週の方がまだ、そうですね、27日にしましょう。はい、はいはい、というわけで、レン TV は次回は来週27日ですね、はい、はい、こちらの方やりますので、ぜひ皆さんご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日ちょっと時間早めですが、はい、はい、時間ちょっとある、時間ちょっとあります。珍しいね。はい、はい、いつもね、大体ああもうすぐ6時だ、早く終わんなきゃなんですけど、今日はなんかちょっと抽選があるからさ、はい、巻いたんだよね。なるほど、はい、ただ巻いた結果巻きすぎましたね。巻きすぎたね。はい、はい、そうか。じゃあ、はい、何の話しようかな。何でしょう、久々のテーマトーク。テーマトーク、今から5分ぐらいテーマトーク、はい、最近ですね、はい、まあ、練習会を増やしましてね。そうですね、白子公園練習会と、はい、まあ、岩倉練習会もまだやってるんですけど、はいはい、白子公園練習会、今回、はい、まあ、知らない方も結構来ていただいたんですけど、はい、まあ、やっぱ外でやると、いろんな方が声かけられるんですよね。はい、そうですね、はい、僕 もう海外の方からすごい声かけられたりとか、はい、急にビデオ撮っていいかって言われて、はいはい、まあ、僕、常に杖やってるんですけど、はいはい、まあ、そこで、ね、即興の杖やったりとかです。はい、まあ、ぜひ SNS にポストしてくれてたら、全然知らないところで用意広まってるといいなぐらいのことは。まあ、そうですね、はい、まあ、一般の方の目につきやすいところでやるのって重要だなと。そうですね、いうのを今回感じましたね、はい、そうですね、代々木公園練習会もものすごい人が話しかけるって言ってましたからね。ああ、言ってましたね。はい、それがチラシの企画になるんで、ものすごいありがたい。そうですね、はい、そして岩倉練習会、前回めっちゃ多かったんですよ。ああ、なるほど。木戸さん来てなかったんだよね。そうですね、僕は店番だったんですけど、はい、ものすごい置いてきていいなと思って。そうですね、はい、もう初心者というか、はい、まあ、でもやっぱり見たことない方も来られましたけど、はい、やっぱりこう何回も来てくださる方多くて、はいはい、やっぱりこう、やっぱ最初の方から来てる方、はい、すごいもうですね、コンテスト出まくってる方もやっぱ多いんですけど、はい、そうじゃなくって、最近ようやく始めてちゃんと継続的に練習会だったりとか、はい、そういうところに声出して徐々に上手くなってる方っていうのもすごい増えてきてますね、はい、なるほど、はい、なので、あ、ヨーヨーってこう、なんていうんですかね、ちゃんと地道に広がってるんだな。そうですね、っていうのをね、すごい感じて、はい、なんかもっといろんなことできないかなということで、まあ、ゴールデンウィークね、すでにね、はい、実はまあ、イベントみたいなのも、はい、結構決まってるんですよね。そういうことですね、はいはい、まあ、まだほぼ、まあ、確定はしてるんですけど、はい、まあ、まだ発表できる段じゃないので発表できないってだけなんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、ゴールデンウィークも、まあ、浜松ヨーヨーコンテストのあと、はい、もう2日ぐらいからずっとずっと、はい、もういろいろ出ずっぱりになる予定です。そうですね、はい、まあ、やっぱり新年度始まりでゴールデンウィークがあり、はい、まあ、何かを始めるいいかきっかけになると思いますんで、はい、はい、これでヨーヨー手に取ってもらえればなっていうのも、そうですね、はい、まあ、特に今年渋谷店できて初なんですね、はい、ゴールデンウィークか。そういうことですね、はい、で、まあ、渋谷店できて、ある意味イベントシーズンが初なんですよね。ああ、そういうことですね、はい、まあ、やっぱ夏休みとか、はい、冬休みとかお休み長いですってイベントシーズンじゃないですか、はい、いろんなところにイベント行ったりとか呼ばれやすいっていう、
タイミングなんですけど、はい、今回渋谷店ができた初なので、やっぱ東京でいろんなイベントにかけられることもあり、そうですね、はい、っていうこともあるので、はい、まあ、多分深夜も行くことになるんだ、この流れは。まあそうなんですよね、はい、もうぜひ行かせていただきたいと思っておりますね、各所イベント。そうですね、はい、もしね、はい、お近くの方温かい声をかけていただければ、まあ、あのゴールデンウィーク中、もしかしたら何日かはね、はい、あの渋谷店の方に深夜がいるかもしれないし、はい、いるかもしれないですね、もしかしたら代々木公園の練習会その辺しようとなって、はい、そこにザックルビーノも来るかもしれない、そういうことですね、はい、はい、っていうね、なんかいろんなところに行ったりとか、はい、イベントしたりとか、はい、そういうのをどん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 これからも増やしていきたいなと、はいはい、思っていますのでね、はい、ぜひ皆さんね、声をかけていければなと思います。はい、はい、どういい感じ？まあいい感じですね、はい、じゃあまあこんな感じで、はい、はい、次回が来週ですね、来週27日、はい、来週にはね、イベントのこともね、お話できたりとか、はい、あとビデオコンテストかな、あ、そうですね、ビデオコンテストのこともね、はい、もっとお話できると思いますのでね、はい、ぜひ皆さんご覧ください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、それではまた皆さん来週同じこの時間にお会いしましょう、はい、それではまた、さよなら、さよなら。